はい、そちらがね、まあナイターもやっている気流協定ですね。まあ照明が並んでますよね。まあここはね、まあボートの、まあ、走らない、まあ、熱海沼。みぞりくんたちがいますね。お？こちら方向の駐車場に車を置きました。まあこれはハスなのかな。まあここに橋がありました。まあ浅見橋。まあ浅見沼ですけどね。手すりに寄りかからないでください。はい、わかりました。あ、みぞり。でも綺麗だね。水鳥の楽園ですね。しかも広いね。ああ遠くから旗に見えたのは照明だね。遠くから見るとね、本当にね、旗出し物みたいに見えちゃったんですけどね。これが協定の照明です。まあ、モーターオンがしないということは、今日は開催されないんでしょうか。こういった。いやなんか時代劇に出てきそうな橋なんですけどね。でもやっぱり広々としてるから、まあ写真を撮るにしても絵になりますね。お、今何か跳ねましたね。すごいね。まあこんな感じで向こう側にもね、まあ熱海沼あるんですけど、まあモーターボートのまあそういったことになってますから、ここだけですね。もうね、渡り切ろうとしてますけどね。まあ、水の流れ的にはね、まあ、そこから、まあ、取水口になってたのかな。少しですけど、水の流れが、まあ、こちらに向かってますね。そして、こちらに注いでますね。いやー、すごい。どうしますか？協定場のそばまで行ってみますか？でも行ったところで、ね、しょうがないような気がするけど。
はい、上がりきりましたよ。そうですね。あ、やっぱり浅い海の橋って書いて、あざみ橋って読ませるんですね。展望スペースみたいな。何かのお店になってんですかね。向こう側がね。松ですね。この木も何気になく大きくて立派ですね。まあそこがね、まあ協定のね、まあ警備の、まあ、詰め所かな。なんか整列してますよね。今日もあるのかもしれませんね。あ、水の流れ。向こうの協定上の、まあ、沼は、まあ、なかなか見られないと思いますよね。入場料払って観覧する人いなくなっちゃうもんね。まあ、そちらにね、駐車場があるみたいです。そして、まあ、協定の開催する時間を待ってるみたいな感じになってますね。まあ、ちょっと推測の域は出ませんけど。はい、こちらにはね、大きな優勝書きありました。御祭神、本田脇の御子と王神天皇、姫の王冠、沖永たらし姫の御子と人工皇后。まあ、例祭、まあ、周期。10月、まあ、17日、由緒、勘定年月日府省、京都市岩清水の八幡宮より分霊を祀るという、昭和28年8月、社殿改築。ご神徳、王神天皇は人工皇后の御子にあたり、古代にあって大陸交渉に伴い、大陸文化を我が国に輸入し、日本の文化の流行を図られた。以来、家運流昇、武運長久、保育守護の神、御願い事の叶う神として広く信仰を得ている。あー、そういったことですね。はい、こちらね、あざみ八幡宮ですね。まあ、御祭神、本田脇の御子と王神天皇、まあ、勝ち守りの神、そして、沖縄たらし姫の御子と、まあ、神宮皇后、まあ、安産子育ての神。あ、明日、10月17日土曜日、午前10時より、まあ、秋季例祭です。こういった、熱海八幡宮。立派だね。あ、絵馬のコーナー。中学校に受かりますように。お受験ですね。社会福祉士合格しますように。みんなさん偉いですよね。あ、こちらのパンフレットご自由に。あざみ八幡宮参拝のしおりですね。
まあ、ご由緒がありますね。新田郷里神社外史によれば、当神社境内は元神津家国神明帳に記載の15位、まあ、上阿波明神の鎮座地と伝えられ、すこぶる継承の地であるので、仁安1169から1171年中に新田義重卿が八幡宮を勧請し、奥の宮と称し神殿を寄進した。以来新田家の崇敬厚く、元寇3年1333年、新田義貞公自兵を起こし、笠掛のに陣するや一族の金谷常氏を遣わし、戦勝を祈願した。慶応1865年から1868年、年中前橋城主松平山田の神平白を献上した。大正7年10月、付近の神社7社を合祀した。まあ、本当秋季例大例祭10月17日、まあ明日ですね。境内案内鳥居1716年、名文享保元年、まあ日の絵猿、吉祥日、八幡宮、ありきつつ、きつつみれども、潔き、人の心を、我、忘れ、めや。ああ、新古今集、読み人知らず。まあ、八幡狼は、正常をもって尊しとし、この、ご神家は、長い人生功労を見るとき、結局、心の清い人こそ、神の御心にかなうことを読んだものです。ああ、なるほど。こういったことなんですね。まあ明日はね、まあ秋季例祭ということで、まあたくさんのね、参拝者が、まあいらっしゃることでしょう。あざみ八幡宮。こちらね、まあ、一段高くなってるんですけど、まあ社殿がございます。まあこちらね、まあ今さっき読んだものと全く同じことが書かれてます。ご由緒ですね。そうですね。あ、ちょっとその石碑は何でしょうね。あざみ八幡宮。まあこちらね、猿田彦狼ですね。そしてね、安政7年、カノエ猿、2月。これは、万延元年ですね。万延元年。まあ、1860年です。じゃあまた、裏の方の境内抹茶見ましょうか、ね。先ほどね、あざみ沼の、まあね、遊歩道みたいなところあってて、まあ、展望台みたいな建物があったけど、まあ、そこの一般住宅が展望台みたくなってたんですかね。あれ？あれ？そっちの建物かな？ちょっと行ってみましょうか。先ほどの建物はそちら、一般住宅です。今さっきそこの道歩ってましたよね、私ね。ここね、まあ、そちらのお宅の、まあ、茶室、まあ、離れの茶室ですね。こういった。まあ、それね、あざみ八幡宮です。抹茶。どうです？わかりますかね？ああ、ありました。諏訪神社。あ、やっぱりあれがね、まあ諏訪湖っていうことで、
まあ水に関係してるから、アダミ沼ですからね。こちらはね、あーすごい、これは斬新なデザインです。更新塔でした。まあ日月もついてますね。まあ月はこちらです。記念名とかあるかな。ああ、やっぱりそうですね。まあ、蔓延。まあ、癌の字かな。まあ、カノエサルの年だからね。まあ、1860年。こちらはね、切り株ですね。すごく太かったね。もう、だいぶ、あれでしたかね。まあ、こちらの建物に、まあ、危険を感じさせるような、まあ、そんな感じになってたのかもしれませんね。いやー、すごい。年輪ってこんな感じになってんだね。まあ、一つ一つがね、まあ、一年って言われていますけど、これはすごい数になりますよね。はい。じゃあね、まあ、こういった街並み、まあ、あざみ沼のある、そしてそばには、あざみ八幡宮がありました。ご視聴ありがとうございました。